長谷川治作「宿恋より喜劇」「ローマの喜劇役者」「遊興の好きなチベリウスが帝位にあった頃私はローマの名高い道化師でたびたびカプレの宮殿に招かれて大いに皇帝を笑わせたものだったところで 私の愛する妻は私より二十歳も若かった。それが私の頭痛の種で道化師マネトといえば四十人を笑わせてばかりいるめっぽう愉快な男だと世間が考えている時私はひそかに額に角を生やしていた。額に角を生やす。ご承知のごとくこれは妻を寝取られた。 間抜けな呼吸たるることを意味する私はたびたび妻を責めたが彼女の悪い癖は治らなかった悪いことに私が彼女を離縁してしまうにはあまりに彼女は美しすぎた私はまぬけな呼吸と思われるのが何としてもつらかったので自らまぬけ極まる呼吸の狂言を作りそれを舞台にかけて自演した。 ところがそれが非常なあたりで劇場は連日大入り満員観客はあの広い円形劇場にぎっしりと詰めかけて私が舞台の袖に顔を出すが早いかもう笑い転げて待っているそして私が演技を始めるや観客一同笑うの何のあまり笑いすぎて息を詰めて失神するものも出れば。 万道を揺るがす笑い声でコロセウムの壁にひびが入るという始末だった。さて笑い転げる観客衆の中でたった一人泣いた者がいる。誰か私の妻ポンチャである。以来ポンチャは私の忠実な妻になった。 そして私はその狂言で示した入信の名演技により一世の名優とまで称えられた。たぶんここで幕が降りたら万事めでたしめでたしというわけだったが人生は劇ではない。私はポンチャが忠実な妻になってからこっち彼女に全く。 魅力を感じなくなった。